チス、誰も知らない銀河団員、イカレタコスケです。皆さん、アンノーンっていうモンスター知っていますか？いや、知っていると思います。ストーリーが少し進んでいれば、ストーリー上で、ちょっとだけ紹介される謎のポケモンですね。まあ、正体を明かしてしまえば、コレクティングポケモンといったとこでしょうか。なんか古代語をね、表しているみたいなことを言ってましたね。アルセウスとも関係があるみたいなこと言ってましたね。ただ、ストーリーやってると、別にストーリーに直接関わってこないんですけども、最終的に全てのポケモンと出会うために集めなければいけないポケモンの中の一匹となっていて、まあ、すべてね、形が違うんだよね。同じアンノーンでもね、数十匹いるんですけども、このアンノーンたちを集めなければ、おそらく、アルセウスに会えない。まあ、ポケモン図鑑がそもそも完成しないってことだと思うんですけども、まあ、この起きなさい。アンノーンちゃんですよ。まあ、先ほど言った通りね、普通に素通りしていれば、まあ、そんな、使うこともなく、牧場の隅に寝かされている。もしくは、下手したら他のポケモンと一緒に間違いで逃がしている可能性がある。このポケモンも多分ね、二度と手に入らないポケモンなんで、逃がさないようにしておきましょう。逃がせるのかどうか分かりませんけどね、試してないんでね。でですよ、うちのアンノーンちゃんレベル71。ここまでアンノーンを育成した人は果たしているんでしょうか。強さを見ていただきたい。頑張りレベルオール10。ぶっちゃけ攻撃はいらなかった気がしますけども、ついでなんでね、10にしてしまいました。特攻240の HP251。 まあ、このアンノーンさんのね、性質としてはね、めちゃくちゃ弱いネタモンスターなのかなって思ったけど、そんなに実はね、弱くないんだよね。とね、まあ、ただね、伝説ポケモンと比べちゃうとかなり厳しい。ちょっとここはじゃあ参考にしていただきたいのでね、性能を誤解しないためにね、これエムリットちゃんと能力を比べるとこれぐらい違う。ちょっと全部10できなかったんだけども、特攻が上がりやすい状態で240で、エムリットは特攻上がりやすい状態じゃないけども298で、素早さに関しても10まで上げてる素早さに関しても70ぐらい負けてますね。まあ、そんな状態なんですよ。ただ通常のポケモンと比べるとそんなに遜色ないのがアンノーンって感じですかね。まあ、それでもまあ強いポケモンとかに比べたら、てかね、後半に出てくるポケモンたちがステータスがお化けなんだよね。なんで、まあ、ちょっとこの辺とは比べられませんけども、アンノーン自体はまあそんなに控えめな性能を持っているポケモン。まあ、文字ポケモンだしねと、集めるのが目的のポケモンだしねということでね、放置されている方いると思うんですけども、このポケモン、唯一無二の必殺技を持っているので見せていきたい。ちょっとここのポケモンでは微妙すぎるか。ああ、じゃあ、戦場の上にいる高レベルのポケモンたちと、ちょっと戦わせてみましょうかい。レッツラゴー。言うてレベル71だからね。そうそう。おっと、あいつは何レベルだ？何レベルかわかりませんけども、なんだ。名前が出てこない。あいつを、後ろからぶつけたいよ。いけ、やんの。行くんだぞ。行け！いいよー。レントラーの不意をついた。レントラーレベル55。まあまあですね。さあ、これです。こいつが持っている唯一無二のチート技。威力50、命中100、不思議な力で技のタイプが相手に対して有利なタイプとなる目覚めるパワーという、PP15 のね、必殺技です。これが果たしてどんな効果なのか見ていただきたい。地面タイプになって攻撃直撃。効果は抜群だ。不意をつかれて動けない。さあもう一回目覚めるパワーでドンと。そうです。メッセージに出ている通り、相手に対して有利なポケモンになるっていう技なんですよ。つまり、誰に対しても、どのポケモンに対しても、あ、同じ電気タイプじゃねえか。どのポケモンに対しても、効果が抜群になるっていう、めちゃくちゃチート級の技なんですね。ただ、アンノーン自体の性能が、そこまで高くないから、ぶっ壊れてはいないっていう感じなんですけども、まあ、これ持っているポケモンだったらとんでもないことになりますね。アルセウスとか持ってるんですかね。これはね、私は知りませんけど。で、今回は、このアルセウスでは、この早技と力技が使えるじゃないですか。これですね。早技にすると威力30になりますけども、2回行動できれば、効果は抜群、威力30の攻撃を2回できるんだけど、こっちだよね。目覚めるパワー、威力70、命中100、効果抜群。これ、打ってみましょうか。さあ、地面タイプになって、チュドン。一撃では倒せなかった。悲しいな。で、じゃあこの威力ってどれぐらいなのかっていう話なんですけども、さっきね、ちょっと試してみたんだけどね、ちょっと待って、こういう倒しちゃおうね。目覚めるパワー！ドン！大体ね、エムリットはかなり特攻が高くて今298ですけども、エムリットの威力70の神通力を、
効果は抜群じゃない、効果が普通の相手に対して力技で打ったぐらいの威力ですね。っていうことになります、アンノーンさん。だからどのモンスターに対してもまあ大体効果普通でステータスの300ぐらい、攻撃力か特効果が300ぐらい、相手の防御力にもよるかもしれないけども300ぐらいのポケモンの通常の70ぐらいの火力を出し続けるってことなんですよ。ちょっと強いやついなかったかな。あ、いたね。ちょっとあいつにも試したい。あいつ同レベルぐらいだったはず。先手を取りたい。ちょっと毎回地面ポケモンになっちゃうけど。こいつ一回、今です!来た!来てない!食いつけてないやんけ。レベル69、だいたい同じぐらいですね。雷先に食らっちゃうんかい。大丈夫か ?HP が低いぞ。まあ、一発当てれば十分でしょう。目覚めるパワー、力技、威力70、レベル69のエレキブルに対して、多分また地面タイプになることでしょう。目覚めるパワー、地面タイプアタック!2発で倒せるぐらいか。っていうね。ポケモンなんですね。エムリットさんの技を見ていこうかね。いけ、エムリット。だいたいこれで、威力85、力技にした、神通力でエレキブルが、まあ、ちょうど倒せるぐらいかな。倒せない!倒せなかったぞ!っていう、効果ありなんだけどね。全然、エムリットの威力85の力技よりは、強かったってことですかね。まあ、エレキブルのね、特防が高いのかもしんないけども。思ったより、アンノーンの火力高いんですね。まあね、それを言ってしまうと、エムリットよりも強いポケモンがたくさんいるぜっていう話ではあるんですけどもね。まあまあまあ、ステータスが高いポケモンだったよと。ポケモンの攻撃と同じぐらいだったよってことをお話ししようと思い、お話ししたかった。で、まあじゃあ結局、アンノーン、まあ、技はね、すごいけども、そんな使えないんじゃないかって思うじゃないですか。ただ一個だけ、この子の有用性のある活用法。一匹目、この子自体はかなり早めに手に入るんで、と手持ちのポケモンがいなければ、ワンチャン入れておいてもいいのかなとは思います。ちょっとね、低レベルの状態で、ストーリーの進行中に使ってるわけじゃないんで、強さどんな感じかわかんないんですけども、まあ、アンノーン大好きマンの人にちょっとこの話は聞きたいんですが。さて、このじゃあ、アンノーンはどこで使えるかっていうと、まあ、さっきエレブと戦ったけども、特防がね、そこそこあるポケモンだったんであれですけども、このね、アンノーンが持ってる目覚める力、これはね特殊攻撃なんで特防が高い相手に対しては威力控えめなんですけども、まあそうね、なんかいないか、なんかこっちいないか、あ、いましたね、ゴローンさんとかであればかなりのダメージが期待できるんではないでしょうか。レベルただ45か、ちょっといいレベル差がありすぎますね。ちょっとここは普通に目覚めるパワー、力技じゃないで、あ、ワンパンですね。さすがにちょっと弱いか、レベル60ぐらいのこういう似たようなやつがいないかな。特防が低くてレベルがそこそこ高いやつ、ちょっと早技で試してみようか。レベルが50前後とは、54、いいね。54に対して、特防じゃねえや。目覚めるパワー。食らうがいい。早技。さあ、これでどうよ。威力30だぞ。おお、ギリギリまで削りますね。これ他のポケモンでやってみるとわかるけど、割とダメージ与えられないからね。効果力の、特殊攻撃技としてはかなり高性能な気がしますね。こうやってみるとね。ただ、本体が柔らかかったり、足遅かったりするから、これもしかするとワンチャン、あれかもな。今回特殊、攻撃を伸びやすい性格にしたけども、素早さ伸びやすい性格にした方がいいかもしんないね。つって、それでも多分200届かないかなってぐらいなんですけども、ちなみに、こいつは特防めっちゃ高そうだけど、どうですか?ドータ君。まぁ、ちょっとじゃあさっきと分かりやすいように、目覚めるパワーの早技で打ってみようか。ただレベル45だな。さすがにいっちゃうか、これは。レベル差で。炎タイプ。ああ、さすがに相当高い。効果は抜群だ!だが、これでもなんとかいけるか。だいぶ特防に左右されるな。地面タイプアタック。よしよしよし、なんとか倒すことができましたよと。そんでこの子の使い道のまあ一つというかね、ちょっとこれだいぶね条件が変わってくるんですけども、回復しておこうか。お前さんにこのな高い薬使ってやるから。何がいいかな。この辺に確か出てた気がするな。これですね、この子。レントン教授。確かこの子、ルクシオか。条件があったと思うんだけど、レベル26だったらちょっとワンパンさせていただきましょう。力技。この力の大しき顔見よう。一撃、ドン。ルクシオは条件あったかな。あ、地面タイプの技で倒した数。これですね。この弱点タイプの攻撃で倒した数がカウントされるっていうのが一ついいところなんだけども、さっきゴローンたち戦ってる時にはこれ出なかったのは、弱点タイプって複数あるでしょ。だからね、必ずその弱点タイプでついてくれるとは限らないんですよ。で、ゴローンに関してはどれだか忘れ、どれで倒せっていう指示があったの。格闘だったっけね?っていう指示があったかわかんないけども、全くなってくれなかったんで、ちょっとこれ
モンスターによりますけども、まあ、こういった持ち運ぶことによって、必ず弱点をついてくれるという特性を生かして、まあ、準備してまとめてやってきた方が早いけども、一応、このポケモン図鑑の手伝いにもなりますよ、ということですね。それからね、もう口で言っちゃうけども、強い手持ちのポケモンがいないとき、まあ、この安納をレベル上げるのもどうよって話なんだけども、闘技場、修練場とかでレベル上げをするときに、まあ、いろんなポケモンと戦うじゃないですか。なんで、苦手なポケモンが出てきたときに、強い攻撃を持っていないこちらのね、特殊攻撃系の、なんつうの、相手の弱点をつける技を持って、いない時とかにアンノーンを出すっていうのがね、非常にわかりやすいかなと。まあ、必ず効果抜群なんで、まあ、あとはもうとにかくその辺のポケモンたちを片っ端からこれで倒すぐらいかな。まあ、ぶっちゃけ終盤になってくるともうパワーでなんとかなっちゃうのよ。うちで言うともうフル強化レジギガスレベル85がいるんだけど、こいつさ攻撃力476あるんだよね。もう476って誰が追いつけんのこれ。ガブリアスレベル90でもさ、攻撃292で多分フル強化したって400届かんよっていうね、ちょっと化け物がいますんでね。この化け物ちゃんにはね、化け物ちゃんはもうギガインパクト打てば大体誰でもワンパンなんでね。まあそういう状況にもなりますけども、まあちょっとね、特殊攻撃系でね、面白いキャラクターを使ってみたいっていう人はぜひ育ててみてください。というわけで、誰も知らない銀河団員イカレタコスケでした。ティーユ回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。